はい、皆さんこんにちは。今日の動画をご覧いただいて、もしここのルームを気に入っていただけましたら、ぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。今日の「献血なんてどう?」は久しぶりに遠征ではなく、地元の千葉にやってきています。今ここがどこかと言いますと、東武船橋駅前のコンコースです。船橋駅前というと、千葉の中でもですね、結構にぎわっている駅前だろうというふうに思います。で、今日はその駅前一等地のにぎわいの中のど真ん中にあります献血ルーム船橋フェイスにやってまいりました。で、そんな一等地にあるルームがどんなルームなのか、早速行ってみましょう。はい、無事献血が終わりました。いかがだったでしょうか。この超絶立地がいいという船橋フェイス、とにかく待合室が広々していて、また献血室も広々していて、ゆったり過ごすには本当に気持ちのいいルームという風に感じていただけたんじゃないかなと思います。ここは電車でいうと JR 船橋駅、東武船橋駅、京成船橋駅と3つ電車が乗り入れていますので、電車で来るにもすごくアクセスがいいところですし、これフェイスビルっていう大きなビルに、商業ビルに入ってるルームなんですが、そのフェイスビル自体の駐車場も使えますので、車で来るのにもすごく便利だと思います。船橋自体はすごく賑やかで楽しい街ですので、ぜひ遊びに来たついでに献血をやってみてはいかがですか。もしこのルーム気に入っていただけましたら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。というわけで、この立地が良くてゆったりくつろげる船橋フェイスで献血なんてどう？